こんにちは、ドロップ東京編集長の岩野です。全国の理容師、美容師の皆さん、たくさんのご応募いただきありがとうございました。今日はですね、その中から私ドロップ東京編集長と6名のコラボコメンテーターが目を引いた作品、そしてお気に入りの作品についてどこをいいと思ったのか、それぞれ解説していきたいと思います。また後半にはドロップ東京とセッションを行う3作品についても発表していきますので、そちらも楽しみにしてください。では早速6名のコラボコメンテーターの方々をご紹介していきます。はい、アディションの大石啓司です。よろしくお願いします。ヘブンスの小松です。オーバーシーの秋です。ダブの斉藤です。ソルトの久保です。コードの田口純です。よろしくお願いします。それでは集まった作品をこの場所で実際に見ていきたいと思います。さすがにエドルのコラボですからね、うん、やっぱりカラーが効いてますよね、うん、すごいですね。ブリーチを使ったカラーっていう感じが全部の作品出てて、いやどれもなんかストリート感がある作品にすぐ目がいくなっていうのと、うん、やっぱり色合いが鮮やかでなんか見てて楽しいですよ、ね、これとかすごいですね。すごいです。抜き切ってやらないとできないような高度なテクニックがないと難しいなっていう感じです。またそうやってなんか後ろの背景の選び方とかもいいですよ ね、 いやそうですね。なんか普通の白背景とはまた違う良さですよね、やっぱり、うん、この髪色が出たからこの黄色の背景でいったんでしょうねいやそうですね今の若い美容師たちのリアル感がすごい出てて楽しいですよね、うんうん、なんかこういう状況の中でもね、こうやってなんか夢を追って描けるっていうか、いいですね。そうですよね、うん、まあこの辺りのスタイルとかも確かに可愛いなと。これ可愛いですね、はい。まあ、全体的に色のバリエーションがすごい豊かで、まあ小松さんがおっしゃってたんですけど、ストリート感となんかその合わせ方が皆さんうまいなと感じておりました、うんうんうん、はい。まあ、やっぱり注目はこんな感じじゃないですかね。確かにこれ僕やられましたかね、このスクショ。これだけでやられちゃうんじゃないですか、ね、撮り方が今っぽい感じですもんね。そうですよね。まず今までの、ね、業界のフォトコンではまず多分そうですよ、ね、最初に弾かれるパターンじゃないですか。なんでスクショなんだよみたいな。そう、もうちょっと怒られる感じですよね。まあでも本当になんかあえてこれを選んでること自身のセンスっていうかユーモアっていうかね、うん、なんかそういうのが今大事だと思うんですよ。そうですね。詰めて詰めて考えていくのも大事なんだけど、うん、なんかそこにこうちょっとユーモア感があるのが、うん、これもあるでしょうって投げかけるのは必要よね、うん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 、なんかすごくいいと思いますよ。なるほど。これとかめちゃめちゃ短いです、この2枚が。確かに、やっぱりビフォーが気になる。もうザ美容師って感じだね、うん、切りたい人ですよね。そうそうそう、美容師さんが。ビフォー気になりますか。ビフォー気になりますね。確かにビフォー気になる、うん、どういう変身を遂げたのかっていうのも、うん、なんかステイクリエイティブがここまでなんか浸透したのかなっていう。浸透しましたよね。はい、なんか嬉しいですね。なんかこういう時期で、うん、ここまでなんかこう振り切って作品をこう作ってきてくれたっていうところがまずさすがだなっていうふうに思いますね。僕どうしても気になるのこの子ですね、うん、いやそれね、なんでなんでしょう。なんかちょっと気になります。会いたい、会ってみたい例えばなんかそのカラーもなんかきっちり染めないというか、ちょっとあえてのなんですかね、こう自然なこういう伸びてる感じを表現してたりとかっていうのが結構見えるので、なんかそれがすごいまあ、新しいというか、なんかそのコンセプトにすごい合ってるなとはすごい思いましたね。うん、これ写真もすごいかっこいい、かっこいいですよね、うん、日本っぽくない、ね、そうですね。これなんかちょっとしたこのカールを一本作るとか多分相当こう、はい、いやそうですね、ですよね、はい、ここにめちゃめちゃこだわりを感じますよね、うんうん。まあ、結構原色系のカラー強いと思うんで、なんかその辺がもう結構わかるなという、まあ、印象でありますよね。じゃしっかりそのエドルの特性も生かして、うん、作品を作ってくれた感がちゃんと伝わってくるってことですかね。そうですね。何かこう寒色とか暖色に寄ってるっていう感じも全然ないんで、うん、
その辺も上手だなと。じゃあこれよく色出たなみたいなのってどのあたりなんですか。まあ、この辺とかはやっぱり難易度は高いですね。これと綺麗だね。難しいですね。綺麗綺麗。まあこの辺とかもちょっと難しい。難しいですね。なんで水色は難しいんですか。水の色なんで。水の色なんで。水の色なんで。まあそもそもねブリーチのなんていうんですか、まあ、テクニックっていうよりも判断っていうかね、はい、そういうことがやっぱ高いレベルで要求されるからそれはもう素材も含めて判断していかなきゃいけないんで、だからストリートのフォトってなんとなくこうリラックスして気軽にみたいな感覚あるじゃないですか。ありますね。でも実際部屋作ってる現場は相当まあ、気合い入れてガチでやってるんですよね、ただ写真ところだけ力抜いてっていうか、ああなるほど。実は本当に、まあ、気軽に応募してよみたいな感じじゃなくて本当にガチで言ってるんですよ、部屋作りはね、しっかり作ってしっかりやってっていうかね。だけどその撮影の時の空気はやっぱりこうちょっと今っぽい、抜けっていうか、ね、そうですよね。だその辺はなんかすごくこうなんていうのかな、こうちゃんと分けてうまくやってるなっていうか、しっかり作ってるなって感じありますね。はい、ということで皆様に作品を見ていただきました。次はですね、おいいなと思った作品を、まあ、皆さんからご紹介していきたいなと思ってるんですが、まあ、それぞれ良かったなと思う作品のグッドポイントをぜひ教えてください。まずあきさんからお願いします。まあ、結構いろいろな作品あったんですけど、まあ、あのこの作品は、まあ、なんかまずモデルさんの骨格に髪型合ってるなっていう第一印象が、あの強かったで、まあ、今のなんかちょっと流行りのウルフっぽい感じ の、まああのショートベースだと思うんですけど、あの結構こう全体的に色味のあるような、あの作品が多い中、なんかあえてこうちょっともうちょっとニュートラルな、まあ、色でなんかこう合わせてきてる感じとなんかモードな感じがなんか合ってていいなっていうふうに思いました。すごいかっこいいですね。かっこいいですね、クールな感じが、はい。で次の作品、また変化してきてた時代のなんかあのそういう匂いを、ちょっと感じれた作品だったのでちょっと面白いなと思って、気になりました、ね、これ本当僕も気になりましたね。気になりました、はい。すごいなんかどうやって撮ったんだろうって本当ですよ、ね、思いましたし、あえてそうあえて狙ったか、すごい伝わってきますよね。どうか、はい、気になりました。あでこれはですね、まあ、あの女の子 の、 あのスタイルが多い中であのメンズのスタイル何個かあって、でエドルさん の、 あの僕前にあのマットの企画で、やらせてもらったことあったんですけど、なんかあのエドルさんのカラーリングであの本当にこう狙ってあの出してきてるのかなっていうか、はい。であのテーマがなんかそうグランジっぽい感じの明確な感じのテーマで、あの結構迷いなく撮ったなっていう感じが作ったなっていう感じがあって、あのこれもいいなと思いましたね、はい。メンズなのになんかちょっと可愛い淡いグリーンみたいな、面白いなと思いました。やっぱこう背景の選び方とかも独特ですね。独特ですよね、はい、空か、背景空かって突っ込んでた、はい、じゃあこの流れで次斉藤さんにお願いしたいなと思います、はい。こちらの作品は、まあ、パッと見でこうエネルギッシュな印象があって、やはりこの今の状況で、まあ、こういう、こう力強い部屋と、まあ、ファッションと背景の構図、まあ、色味も含めてすごいバランスがいいなというふうに感じました。まあ、モデルさんの表情も上手にこうやってくれてる印象もありますし、まあ、部屋のバランスも、まあ、こうあまりやらないようなバランスの中で、まあ、表面ハイライトの色が少し入ってると思うんですけど、まあ、その色味のニュアンスをうまく活かしているなというふうに一番はエネルギーが感じるのが僕で、こちらは、まあ、ファッションの雰囲気とモデルさんの、ヘアスタイルがとてもあのいいなというふうに思いました。あとヘアでいうと、まあ、半分、まあ、センターでこうブロッキング取って、2セクションでカラーしてるカラーになってるんですけど、あのよく見るともみあげの位置が反対側にある色になってるんですよね。ハーフで染めるカラーってやはり今年
だいぶ流行ったのかなっていう印象もあるんですけど、まあ、その中でもこう もっとこう変えていってる、まあ、そこのチャレンジっていうのがなんか僕は素晴らしいなと思いました、うん、でこちらの作品は、まあ、引きの雰囲気もあのとてもあの素敵だなと思うのと、根元を黒の部分から、まあ、グラデーションで、ミントグリーンの色の印象が、まあ、エドルさんらしい、のかなというふうに感じまして、とてもいい作品だと思います、うん、はい、これなんかすごい毛先の透明感が伝わる写真ですよね。そうですね、この淡さっていうのはなかなかこう難しいと思うので、うん、まあ、きっとこうチャレンジしてやったんだろうなと感じました。では次、小松さんお願いします。この何ですかね、作品というか、ね、スマホで撮ったまんまっていうような感じをあえて出してくる感じが、まあ、ある意味勇気あるなというか振り切ってるなということですけど、まあ、部屋に関しては本当にこう何ですか、毛先までねこう動きをなんか繊細に感じて作ってるな、色も綺麗ですしすごい好きですね、うん、この辺はですね、やっぱりこうファッションの存在感というか、うん、まあ、そういうことがまあ、やっぱり部屋とマッチしてるっていうか、どっちから考えるかっていうのも違うんですけども、まあ、その子への似合わせ方とかその人の女性像みたいな言い方が、まあ、今となっては本当に当たり前にねトータルで考えてるところが、うん、まあ、いいかなっていう感じですね。すごいおしゃれですよね、うん、なんか本当にいいなって感じです、うん、まあ、これはねある意味こう部屋なんかすごいベタなんですけど、まあ、ファッションの色と髪の色をあえてこう本当に変えて、なんか割と やっちゃった感あるんですよ、うん、まあ、言っちゃうとそんなになんか何でしょうね、ちょっとダサいだけどなんかその人物のパワーはあるんですよ、うん、濃いっていうか、なんかそういう存在がいてもいいなと思って、うん、まあ、いくつか選んだ中の一つっていうことですよね、うん、あえてなんかみんなの評価を気にしないでね、しっかり振り切って作ってるのも、まあ、いいんじゃないかなと思いますね、うん、確かにすごい意思を感じますよね。そうなんですよ、うん、まあ、多分その彼女の表情からしてこっちの方がいいっていう判断だと思うんですよね、うん、あと写真がちょっとドロップっぽくて僕は嬉しかったですね、うん、なんかね多分僕もそう狙ってるんだろうな。そうですよね感じますよねはい、ありがとうございます、はい、そしたら次、大石さんお願いします。はい、そうですね、もうこの作品はすごい最初見た時に、まあ、第一印象ですごいもうパッと見ていいなというか、うん、そうですね、まあ、おしゃれだなって言ってるのがちょっとあれですけど、すごい本当に目を引く作品だなと思いました。でまずカラーがすごい、可愛いなと思ったのと、ちょっとこのハイトーンベースのまあ、ピンクラベンダーなんですね、ちょっとこう薄めのピンクっていうところが、うん、すごい可愛いなと思いましたし、モデルさんの表情ですかね、表情とその仕草の取り方、あとやっぱりそのなんですか、まあ、アイテム使いというか、うん、あとサングラスじゃないですけど、クリアのメガネかけてるとことか、なんか本当にトータル的に、全てがこうマッチしてるなっていう印象を受けましたね。なんか2枚のこう衣装が違うっていう。あ、そうですね、はい、そこも多分すごい狙ってやられてると思うんですけど、まあ、どちらもいいですよね、うん、すごい素敵ですね、すごい素敵な作品だと思いました。でこれは、そうですね、これも結構第一印象なんですけど、まあ、なんかその作り手 その美容師さんのなんかこういうのを作りたいなっていうのがすごい伝わってくる作品だなと思って、うん、ちょっと気になったんですけど、まあ、まずやっぱモデルさん その表情もそうですし、まあ、そのすごいベリーショートで短いんですけど、やっぱそこにファッションのこうちょっとこう白で合わせてるところとか、まあ、ヘアのカラーもかなりハイトーンで作ってるんで、なんかそこの合わせ方がすごく上手だなと思ったのと、まあ、あと撮る場所も結構面白いなと思いましたね。場所とその椅子ですかね、ちょっとちらっと見えてですね、椅子の感じもすごいなんかこう、うん、あ、すごい考えてるんだろうなっていうのが伝わって、すごい面白かったですね。そうですよね、はい、椅子持ってきたんでしょうね。そうですね多分持って行ったんですよね。そうですよねそれが結構良かったですね。ちなみにこれ先ほど久保さんがビフォーも気になるみたいな言ってましたけど。そうですよね、いや、めちゃめちゃ気になりますね。なんかどういう形
方だったのかなそういう方だったのかな、それを経過してこの作品に収まったのか、はいはい、そうですねぜひ見たいですね、うん、あとこれは、まあすごい数ある作品の中でそのロングすごい少なかったんでちょっとこうそこでまず目を引いたんですけど、そうですね、これはなんかすごいそのモデルさんの、まあ、表情と、まあ、ファッションあとまあその黒髪ロングっていうところで結構まあその3つがすごいマッチしてるなっていうのはすごく最初に見て思いました。で、そうですね、まあ、そこのトータル的なところとあとまあカラーもそのバングのフレーミングやってると思うんですけど、まあ、今多分今年すごい流行ったと思うので、まあ、そういうちょっとこう旬なデザインも少し取り入れてっていうところですかね、うんうん、なんかこうあえて多分その中にあんまり色を入れてないというかちょっとブロンド感で残してるとことあの上の被ってくる黒髪っていうところがすごいこうなんかおしゃれだなというか、うん、あえて入れないというかやりすぎてないデザインというところでなんかそのストリート感も感じれるなと思ったのでそこもなんかあのいいなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。それでは次田口さんお願いします。選んだ作品の、共通して言えることは、まあ、自分じゃ作んないだろうなっていうのがまず一つ選ぶ基準になってて、であとはこれ狙ってる？いや狙ってないだろうな、いや狙ってるわっていう着地でチョイスをさせていただいたんですけどまずまあ僕はああいう淡いファッションとか自分では身につけないしモデルさんにも着てもらうことってほぼないかなっていう、でプラスなんかこうヘアとのバランス自分じゃ絶対作れないな、この空気感作れないな、なんかいいなって思って、うん、こちらは選ばさせていただきました。でこちらも比較的僕は絶対たどり着かないなっていうセットアップとのバランスで、なんかその、まあ、ファッションに生きてくるなんかこう色合いとヘアの色合い、うん、作り込みすぎてる作り込みすぎてない、なんかちょうどいいなんかバランスと右側の写真の抜け感とかのバランスもなんかちょうどいいし、まあ、自分だったら絶対できないなっていう作品として選ばさせていただきました。これすごい空気感おしゃれですよね、うん、なんかスタイリングも作り込んだナチュラルみたいな、うん、なんかそういうのは僕はなんか全体通してなんかすごい気になってましたね、うん、先ほど小松さんもおっしゃってたんですけど毛先感とか、うん、なんか熱感とかをどれだけ消すかみたいな、そういうのはすごい気になりますね。こちらはまあやられたなっていう、なんかこうテクニック的にも、うん、すごく絶対 手が込んでるんだろうなっていう、まあ、すごく作り込んで出してるんだなっていうのと、あとなんか背景とのバランスでグラフィックになんかこう目がいくんですけど、その下にあるちょっと淡い青いグラフィックと髪色合わせたのみたいな、狙ったでしょみたいな、これは狙ったと思います。狙ってないですよねっていう、そので狙いましたみたいな、こう美容師さんとの会話がしてみたいなって思ったし、なんかこういうなんかこう狙ってる風なとこに着地させてくる人とドロップさんとのコラボ写真撮影とかも見てみたいなっていうふうに思って選ばさせていただきました、うん、これだってその背景先に見つけてたパターンもありますよね。パターン、これは絶対狙ってる、これに合わせてでも僕とかもそうですけど、たまたま撮った場所がいやこれ色めっちゃ合ってんじゃんみたいなこともあったりするんで分かんないですよね。受け反してますよ彼は。してますか、ね、はい、ありがとうございます。それでは最後久保さんお願いします。はい、僕はこれはもう本当に一言ですごい上手だなっていうふうに、ん、なんか全て完璧に作られてるなって思った作品の一つですね、うん、もう根元が黒くて毛先がブロンドっていう、まあ、今流行りのデザインを、まあ、カラーザイン特性うまく使って作ってるなっていうのもそうなんですけど、顔周りのカール感とストレート感
があるっていうのが、このバランスはもう本当難しくて僕も作れないなっていうところを、なんか街歩いてもそんな違和感のないようなストリートファッションと合わせて落とし込んでるっていうのが本当すごいなっていう、単純に他の作品もどんなものを作るか見てみたいなっていう気持ちにさせてくれた1枚ですね、うん、単純にポスターにしてもかっこいいなって思えるものかなっていうところですね。かっこいいですよね。これめちゃめちゃかっこいいですね、うん、でこちらは、他の作品に比べてすごい柔らかい雰囲気 でウェーブズのスタイルって今回すごい少なかったなって思うんですけど、ストレートヘアで、まあ、セクションカラーとかっていうのが多かったんですけど、カーリーヘアでもう前髪も上がってるのか下がってるのか、狙ってるのか狙ってないのかみたいなところが、でもこれは本当に自然に風に吹かれても可愛いスタイルだろうなっていうところと、まあ、耳裏の方にこう細い線でこうセクションカラーが入ってるんですけど、ちょっとした抜け感がそういうところで表現されてて、ナチュラルだけどやっぱり個性があるっていうところがうまく表現されてる作品かなっていうところが感じました。こちらは、流行りのフェイスフレーミングが、分からないけど分かるぐらいの感じで入ってるんですよね。で顔周りのデザインが一番強いんですけど、他のところにも少し同系色の色が入れてあって、なんか初めての人でも馴染みやすいような、フェイスフレームってすごいインパクトが強いカラーなんですけど、それでも普通の女子でもこう体感しやすいような感じでうまく落とし込んでて、まあ、ファッションのスカートとかそのワンピースの感じにもすごい合ってて、すごいいい感じで自分で解釈して落とし込んでるなっていう感じがしました、うん、このなんか後ろの青空と雲がかかったその空の色もすごい、はい、いいですよね。いや、そうですね、やっぱり紙とファッションだけじゃなくて、どこで撮るかとかどういう風にな光で撮るかっていうので、やっぱりなんか見え方っていうのも大きく変わってくるので、まあ、特にすごく上手に撮ってる作品だなって思いましたね。うん、村さんはどうですか、なんかカメラマン目線でなんかこれいいなって思う作品とかありますか？ありましたね、はい、皆さんと一緒に、まあ、動画公開して、でその中で写真のポイントみたいなところをいろいろ解説させていただいたんですけど、まあ、それを忠実に、ね、表現して くださる方もいたし、まあ、僕が選んだ作品に関しては、え、これ僕たちのスタッフが撮ったの、うん、って思うような、写真をちょっと上げさせていただきます。この作品に関してはうちのなんかメインの新井というフォトグラファーがいるんですが、彼が撮ったのかなって思うぐらいなんかすごくうまいなと思いましたね。なんか写真全体のバランスもそうですし、あとはその背景の選び方、あとは光、これ多分デジタルで撮られたのかなと思うんですけど、その髪色を表現するのにすごくうまいなっていうふうに思いました。これもそうですね、なんかこう直射の光をうまく使いながら、まあ、直射使うとなかなか透明感って出づらかったりするんですけど、これうまくなんか透明感を感じさせるような、写真のバランスになってるなと思ってまして、モデルの被写体の表情と、まあ、あとは顎の上げ方など含めてすごく2枚が近しいように見えて全然違うものに見える、そして髪色のツヤ感だったり透明感っていうものがなんかこうなんかうまく表現されてるなと思い、これ見た時にえ、これ僕撮ったのかなって思っちゃいましたね撮ったかもしれない撮ったかもしれないですねということで、この後ですねドロップ東京とセッションを行う3名の作品をご紹介いたします。と実際コラボコメンテーターの方々にもまだこの方が3名になりましたっていうふうにお伝えしてないので、まあ、リアルなリアクションが出ると思いますので楽しみにしててください。ということでドロップ東京とセッションを行う3名の作品をご紹介します。それではフォトセッション者3名の作品はこちらです。おそうですね、なるほど。東京のレコさんですねの小林健二さん、そして鹿児島のヘアメイクビューティフル小田真也さん、そして東京の眉鶴村かなさん、うん、この3名の方と、フォトセッションもドロップ東京がしてまいりたいと思います。いかがですか？なんか合いそうですねドロップさんと、はい、カラーリングも本当に面白い旬なやつもあったりとか、本当にちょっと気になっている作品も入ってるんで、うん、
はい、楽しみですね、うんうん、おしゃれですねおしゃれですねそれで単純でもうこの並びがおしゃれにいやなんか並んでみるでも本当そういうことよね、うん、こう並ぶとさらになんかこうなんだろうなそのクオリティというか、うん、存在感がビシッとこう揃ってるっていうかね、うん、なんかいい感じですよねこれはちょっとねドロップ東京さん的にも美味しい感じですよね美味しいですしかなりハードル上がってるんじゃないかなと思いますよねこの後撮りに行くフォトグラファーが そうだよね自分たちでここまでできてるんだからそうですよ、まあ、でもそういう意味ではねドロップ東京さんとやる上で彼がまたね、うん、さらに覚醒するといいですよねそうですね僕たちがこうなんか逆に勉強させていただく部分もあると思いますし、うん、なんかこうコラボすることによって、まあ、ドロップらしさっていうのは前面に多分出ると思うんですけどなんかいいクリエイティブ作れたらなとすごい思いますね、うんそれでは改めて、まあ、応募作品やドロップ東京とセッションを行う3名の方に向けてなど皆さんに一言ずつもらいたいなと思いますまず大石さん、はい、今回応募いただいた全てのクリエイティブを見てどうでしたかそうですね、まあ、まずはやっぱりこうカラーにすごく、目がいったというか、うんそのまあ、多分今回そのガチガチのクリエイティブっていうよりかはちょっとやっぱそのストリート感とかそのファッションを絡めたような作品なので、うん、なんかちょっとその引き算というか、うんうん、なんていうんですかねちょっと抜け感のあるようなデザインとかすごく多いなと思ってそれがやっぱりすごい、まあ、いわゆるおしゃれというか、うん、おしゃれに見えるなっていう、 こう作品だったのでなんかそれはでもやっぱりこう今こう例えば僕もこうサロンワークしていく上でなんかそういう引き算の抜け感とか、うん、ちょっと今っぽい感じとかそうね、やっぱこう追求していってる部分なので、まあ、改めてなんか僕もそこはすごい刺激になったなと思ったのと、うんうんまあ、そのストリート感を絡めてもそうなんですけどファッションですよねすごいファッションがすごい面白いなと思って、まあ、ファッションとその撮る背景とかもそうなんですけど、まあ、そのモデルさんの空気感とかなんか多分そう作りたい雰囲気、うん、なんか全てがやっぱりそのやりすぎてない感じのそのファッションがあるっていうところがなんかそこも多分こう今美容師さんがこう追求してるところだと思うんですよ、うん、まさしくそのお客様が見ておしゃれだなとか、うん、純粋に可愛いなと思うところ多分そこだと思うのでなんかそこが本当に全作品レベルが高くて、うん本当に見てて楽しかったですねそうですね、はい、見ててめちゃめちゃ楽しかったですねそうですね、はいありがとうございます、まあ、エドルの特徴でもある赤みを消すそして発色がいいといったポイントは皆さん引き出されてたと思うんですが斉藤さんそのあたりいかがでしたかはいそうですね、寒色寄りの色もすごいどの方もこう発色があって、まあ、ブルー系なのかグリーン系とかそのあたりが一番目立ってたのかなとは全体を見て思いました3名の方以外の方もカラーのクオリティは本当に高くて、まあ、僅差で、まあ、そこの部分あったのかなというふうには思っておりますあと繊細さもかなりあるなと思って、まあ、自分も真似しなきゃというか、まあ、そういう気持ちにもなったのでどの方も素晴らしかったと思います今回のフォトセッションを通じて田口さん自身が何か気づいたことだったりなんかこれ学んだなみたいなことってありましたか一つ一つからやはりクリエイティブのパワーをすごくもらえたなと思うし、うん、たくさんいろんなことがあった1年だったんですけどあ、生きてるんだなっていう作る喜びとかなんかこう新しいテクニックを試したいみたいな好奇心とかもっともっと上手くなりたいっていう思いが生きてるんだなあじゃあ僕も頑張りますっていうふうに思えたのでありますそうですよね田口さんが選んだ作品は結構こうご自身で作らないっていうところもあるものだったかなと思うんですけどそのあたりいかがでしたか先ほど3名の方実は僕も選んだものがあって、うんこうもう勝てないなっていう根元伸び感カールとかなんかは絶対やらないしなとかもう本当に何だろう想像力かきたてるなんかメッセージを感じ
た作品たちに出会えたっていうのがすごい今回勉強になりました。はい、ありがとうございます。部屋とファッションの組み合わせに関して皆さん個性があったかなと思うんですが、アキさんいかがでしたか？そうですね、なんか全体的なところで部屋と、もちろんそのモデルさんに合った部屋に対してやっぱりファッションも部屋もやっぱり自由だなっていうところが、なんかこう改めて楽しんでこうやってるんだなっていうのがすごい伝わってきて、うん、はい、でなんか思い切ってああやってなんでしょう、ビビッドな2杯ぐらいなオレンジのブーツとか履かせたりとか、なんかこうファッションもかなりテーマがしっかりした形でこうそれに合わせてこうヘアも作ってきてるんだなっていうふうに思いましたね、うん、はい、なんで、まあ、街でこう見たりとか、まあ、自分たちがこう、まあ、着てる洋服でなんかとどまらないで、そこから何かもうちょっとこう面白く見せれるんじゃないかみたいなところでなんかこう作ってきてるのを感じたんで楽しかったです。久保さんにお伺いします。ステイクリエイティブをもとにいろいろ作品を見てきましたが、やっぱりクリエイティブを続けていくのって大事ですよね。そうですね、僕は今回、まあ、本当にいろいろあった1年だったと思うんですけど、美容師さんが200名近く応募してくださったっていうことが本当にすごい嬉しくて、で、まあ、作品撮るのもすごい難しい状況だったと思うんですけど、その中でも、まあ、昨日の自分よりさらに上手くなっていろいろやっていくっていうところがやっぱクリエイティブの原点かなと思うので、そういうところに挑戦していく気持ちっていうのがやっぱり見受けられたのですごい良かったかなと思います。また来年もまた同じような機会があればもっとたくさんの人に応募してほしいなって思います。最後に小松さんにお伺いします。今回フォトセッションを行う3名の方々に向けてぜひ一言お願いできますでしょうか？そうですね、今回のこの、イベントというか、コンテストっていう位置づけよりも本当に一つのこう何ですかね、きっかけをもらうっていうか、さらになんか自分の、今までは好きなものを作ってるとかこれがいいんじゃないかっていうような感じだと思うんですよね。でもここからさらに、レベル高いというかですね、存在感のある仕事をねしていただけたら、多分それが多くの人に影響を与えたりとかする部分があると思うんですよね。本当にいろんな世の中にあることの中ではね、その若者の行動力っていうのはいろんなこと言われがちですけども、でも美容業界の中でこういう意味で のアクションというか、すごく重要だと思うし、本当にできたら来年もさらにね、こういうコンテストだけじゃなくずっとこう続けていただきたいし、このことだけじゃなく続けていく中で自分の良さとかね、センスとか技術が磨かれていくはずなんで、そういう美容師さんたちがさらに世の中を、明るく照らしてほしいなと思いますよね、期待してます。楽しみですよね、楽しみですね。はい、ありがとうございます。これから我々ドロップ東京が今回選ばれた3名の方々とセッションしてきます。新たに作品を取り下ろしてまいりますので、ぜひそちらも楽しみにしててください。また今回惜しくも、ご紹介されなかった方や、そして参加自体を迷われた方もいらっしゃると思います。これを機にますます、作品に対してこだわりを持っていただき、それぞれのクリエイティブを生み出すことをぜひ続けていきましょう。それでは本日ご視聴いただきありがとうございました。